皆さん、おはようございます。ーティーンであるミャクーボーイ、キングトクです。えー、例の企画、久しぶりに来ます。まあ、二度目ですけども。キングトクのピーリングアイイエーイ今日はですね、はい。今日のピーリングアイは、東根市神町。今日は、何の関係あるかというと、8月15日は終戦記念日ということで、そういう話、米軍がいた場所。まあ、東根市神地区、神町地区にある、あの、和歌山、 若木山防空壕があったんですね、これ。戦争で多くの人が、まあ、人末キャンプとして米軍に駐在した跡地です。爪痕となったそうです。ファイアーエ e e ィットという文字が残っておりましたね。はい。あれは寿司爪で仕方ないです。はい。あれはびっくりしました。ちょっと寄ってみたかったです、本当は。親愛なる隣人だったのが、えー、あの場所。ギー v e チョコレートを覚え、お菓子をもらったという思い出があります。 そして初めてボーリングに工事、えー、アイスクリームを食べたこと、今でも忘れないです。人町の、えー、新中軍は56年に去って、その後町並みは様変わりして、その人町駅舎がなくなって、米軍を呼び込んで、ビサネオンもわずかだそうです。実は人町、あの、基地内にボーリング場があったそうです。東根市のボーリング場、驚きました。はい。今は亡くなったんだけども、東根はボールモデルのに今なったんです。 カニエのところにあります。はい。確かに昔もボーリングやってましたね、アメリカ人は。これはもう、驚きで、驚きだ。はい。というわけで以上です。バイバーイ。